皆さんこんにちは。東京厚生ウインドオーケストラ正指揮者の大井武史です。いつも東京厚生ウインドオーケストラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。毎回厚生ウインドのメンバーをお迎えし、 Zoom を使ってオンライン上でお話を伺う TKWO あなたにズームイン、今回が第9回目となります。収録時の通信環境などによっては少々お見苦しい時、お聞き苦しい時があるかもしれませんが、何卒ご了承ください。今回はゲストに厚生ウインドの学員の方ではなく、指揮者の沼尻龍介さんをお迎えする特別編です。沼尻さんには10月3日に行われる東京厚生ウインドオーケストラ第150回定期演奏会を指揮していただきます。今日はそこで演奏される曲目などについてお話をお伺いしたいと思っています。実はこのズームイン、いつもはゲストの方と軽く打ち合わせをしてから収録に臨むのですけれども、今回は打ち合わせなし、ぶっつけ収録となりますので、一体どんなお話になっていくのか全く予測がついていません。私もとてもドキドキしています。沼尻さんと私は実は長いお付き合いでして、私が学生時代の頃から沼尻さんの指揮するオペラのアシスタントをしたり、リハーサルを見学させていただいたりしながら、たくさんのことを学び、また影響を受けました。沼尻さんは例えばオペラのアシスタントを私がしている時にゲネプロでオーケストラを振らせてくださったり、オーケストラの事務局の方に私を紹介してくださったり、時には推薦状を書いてくださったこともありましたが、後輩指揮者にとても親切にしてくださって、私にとっては恩人のお一人でもあります。そのバトンテクニックはもちろんのこと、楽譜を読む能力は多くの日本人の指揮者の中でも特に抜きん出ていて、またその耳がとにかく驚異的に良いということは私たち音楽家の中でもよく知られています。厚生ウインドには1996年第58回定期演奏会を指揮してくださっているほか、私の知る限りでは2002年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲の参考演奏の収録で厚生ウインドと共演してくださっていますが、今回はかなり久しぶり、待望のご登場ということになります。それでは沼尻さんをお招きしたいと思います。沼尻龍介さんです。はい、沼尻さんこんにちは。はい、今日は、お忙しい中わざわざありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こうやってズームで沼尻さんとお話しするのもなんか新鮮で、そうですね、ドキドキしてしまいますけれども、僕は学校の会議でズームを使うぐらいで普段は全然使わないので。そうですね。あと最近そうだ、 NHK のインタビューがズームでありましたね。あ、そういうのもズームでやるんですね。これズームっていうの、みんなズームっていうの、これ、あ、全然わかんないです。 LINE って言ったらなんか、LINE ですよって言われた。ちょっと最近のツールのことはよくわからなくて。日本的な発音で、ズームって言った方がいいんですかね。ね、どっちでしょう。まあいいや、それは。で、このズームの企画は、学員の方と毎週、お一人ずつ、やってる企画なんですけれども、今回は、沼尻さん、10月の、私たちの第150回定期演奏会を指揮していただくということで、無理をして、はい、お願いして今日ご出演。全然無理じゃないんですけどね。いえいえ、いるという。随分間が空いちゃって、前回呼んでいただいてから。はい。ちょっと調べたんですけど、前の定期演奏会は1996年5月1日。まあ、じゃあ24年ぐらい経ってるわ。そう。第58回定期演奏会にご出演されているようなんです。で、何やったか覚えてらっしゃいます？いや、なんかリードの難しい曲をやったのは覚えてます。ああ、法華経からの3つの啓示ですね。あ、それは
構成ウィンドからの推薦になった曲で。そうですね。僕はそんな吹奏楽の曲知らなかったし。はい。あの、構成の、まあ、移植作品なんですけど。あ、そうですかね。うん。はい。あと、魔笛の序曲なんかやってますね。魔笛の序曲。うん。あと、シューマンのコンチェルトシュティック。ああ、ホルンのね。ええ。その時、まあ、前回はそうやって編曲ものもやったけど、今回のプログラムの趣旨は、割と、あの、編曲ものじゃなくて、なるべくオリジナルのものをね。そうですね。やろうということにはしたんですよ。はい。すごい、センスのいいプログラムだなぁと思ったんですけど。自分の作曲の師匠のね、三好先生の曲をやって、はい。まあ、彼がちょうどその吹奏楽に興味を持ち出した頃に、僕は東方の彼の生徒だったんで、はい。いろいろ彼がね、あの、吹奏楽の他の作曲家の譜面を勉強したりとか、なんか本を読んだりとかしてるところも目撃してる。あ、そうなんですか。うん。真相の祭り、あっちの方が先ですか、書いて。はい。88年の課題曲だから、そうですね。ああ、そうですね。はい。はい、だから、ちょうど、その直前ぐらいに僕はまだ、東方の学生だった、うん。沼尻さんは作曲家だったんですよね。そうですね。大学の時は三好クラスで作曲を勉強してたんですけど、うんうん、彼がよく吹奏楽の話を、ね、してたのを覚えてるし。あ、そうですか。あの、これから非常に伸びる分野だということで、うん、学生たちにもね、あの、うん、オーケストラ、普通のオーケストラの、まあ、いわゆる管弦楽法の勉強と、あとこの吹奏楽の勉強もちゃんとしておきなさいというようなこともおっしゃってたんですよね。はあ。で、そしたら、その、ちょうどそこで書いてた曲が多分、大ヒット作になったと。ということなんですよね。合唱曲から、あの、うん、非常にシリアスな管弦楽曲から、うん、まあ、何でも書く人だけれども、まあ、吹奏楽の分野でもね、こんなヒット曲が出るとは、やっぱりすごいですね。そうですね。あの、真相の祭りの時、僕、中学2年生で、その、楽譜届くと、まあ、テープもついてくるんですよね。参考演奏の。で、最初聞いたとき、なんじゃこりゃと思いましたね。ね、普通の人は聞いたらなんじゃこりゃですよ。うん。4分の 3.5 拍子なんていうのがあって。ええ。分数の上に小数乗っかってるよ、とか思って。まあ、当時はなかなかなかったでしょうね。ええ。彼の子供の合唱曲でももうとんでも作品があって。はい。まあ、名曲ですけどね、おでこのこいつっていう。はあはあ、まあ、児童合唱が歌うんですけども、変拍子どころの騒ぎじゃないですよ。分数、はあ、小数点以下の何点何拍子っていうのがもう、コロコロ毎小節変わっていくような。でも、やっぱり子供たちって覚えさせちゃうとできちゃったり、まあみんな半年一年練習するわけだから。あの、児童合唱の曲では、三好先生の曲で、野良犬ドジっていう曲。野良犬ドジね。すごい衝撃を受けたことがあります。ええ、そう、うん、ああいう、ね、子供のための曲です。衝撃的な曲、衝撃的な曲がいっぱいあるんです。うん、で、このクロスバイマーチは、あの、はい、92年の課題曲で、まあ、ええ、マーチなんですけど、ちょっとすごいトリッキーな、あの、変拍子っぽく聞こえるような作りになってて。まあ、三好さんらしいところがいっぱいあって。うん。大石さんは何、吹奏楽でなんか吹いてたわけ？僕は打楽器でした。あ、打楽器ね。ええー。ただ、あの、クロスバイマーチの時はもう吹奏楽やってなかったので。ああ、そうなの。うん。自分で演奏したことはない曲なんですけど。うん。後世であった、あの、何回か指揮をする機会はあったんですけど、あの、短いんですけど、えらい疲れる曲みたいです。えらい疲れるのこれ。いや、僕初めてやるから、全然わからないけど。はい、うん。まあ、真相の祭りか、このクロスバイマーチか、どちらかという選択なんですよ。はははなるほど。あ、どっちも、両方やってもらってもよかったな、みたいに思いますけど。トランペットとかすごくやっぱり高い音が続いてきつい。いや、彼のね、管弦楽曲も結構トランペット高い音続くのが多い。ああ。うん、ただ、彼は、その、最近の金管の、あの、力量のアップというものをとても、あの、喜んでいてというか、ね、亡くなる直前というか、うん、あの、
例えば1960年代の作品では、まだそんなに高音が安定的に出せる奏者がそんなにいなかったと。だから本当はここで上のドのね、高い音を書きたかったんだけど、我慢したんだよというのがあったりして、そうすると練習場に来てね、ここは昔諦めた上のドの音を、もう一回ここで今日のオーケストラは絶対できるからやりたいと、ちょっと書き直してきてくれた。それで、で僕がそのトランペットの人のところに行って譜面直してなんていうこと。そうなんですか。入試作品ってのオーケストラでもね、こんな曲が、そうですね。30年ぐらい前はもうこんなものはね、譜面通りにできるはずがないなんて言われてたんだけど。うん。ある種のものは。うん、もう今は普通にどのオーケストラもやるしね。うん。うん。まあ彼は要するに何というかもう何十年、30年、50年先を見越して、こう難しい曲を書いてたんだなと思うんですよね。うん。じゃあ90年代、オーケストラの力量も上がってきて、トランペットの高い音も。もうそんなのは何ともない。という喜びが。いや、今の時代はいいね、みたいなね。変更を指示なさるわけですよ。僕は生徒だったこともあって。僕じゃなかったら多分自分で直しに行ったかもしれない。うん。うん。まあ彼の場合、合唱曲もそうでしょ。こんなものを歌えるのっていうものが今、普通にアマチュアの合唱団がやってます。うんうん、逆になんていうかな、その、コンクールで歌われる曲が、その、非常にテクニック競争みたいな、うん、その音楽的内容よりもテクニック競争みたいになっちゃってる面もあるんだけど、うんうん、もしかしたらそういう悪い影響っていうの、そういうのは、歩美先生の、ああいう難しい曲から来てるのかな、なんて思うこともあるんだけど、ちょっと理解不能な、ただ難しい曲みたいなのをやってるんですよ、最近、合唱の世界。そうですか。コンクールで。うんうん、なんか吹奏楽も似たようなところがあるかもしれないです。そういうとこありますか？やっぱり真相の祭りって曲は一つの大きなきっかけになってるような気がしますね。まあやっぱりね、すごい作曲家っていうのは革命家なわけですよね。革新的というか、おやりになることが。いちいち全部。本当そう思います。今回のプログラムなんですけど、まあ、フランス、あるいはフランスの影響ってことは一つ軸になってるのかなと思うんですけども。そういうのもちょっとあります。はい。うん、だから、例えばその三好さんの曲からメッセアンっていうのは非常に、なんていうか流れがいいというところもあるし。はい、三好先生っていうのは、まあ、東大のフランス文学卒業の。フランス文学です。だから楽譜の表記もフランス語が多くて。あ、はい。で、フランスに留学もされてるんですか？そうです。パリに。はい、うん、で、マガロワ・モンブランっていうね、有名な先生について。うんうん、で、まあそこで、まあまだいろいろ濃いね、文化が残っていた時代でしょうね。うん、まあそんな流れで次のメシアンの、我死者の復活を待ち望むなんですけれども、はい、この曲を沼尻さんは指揮をされたことは終わりになりますか？全然ないんです。ただ似たような曲がいくつもあって、この時代の。はいはい。それをいくつかやったことがあるんですよ。ははは。それでね、この楽器の編成を見たときに、とか構成ウィンドの楽器編成表を見たときに、ちょっとピンときたわけですよ。うん、こういう曲できるじゃないかと。構成の定期で、メシアンの、まあ、この曲とか、あるいは異国の鳥たちも。異国の鳥たちね。吹奏楽団でできるかなと思って。まあ、打楽器すごいいっぱいエキストラいると思う。そうですね。あと、ピアノも必要なんだけど、うん、でもできるかなと思って、検討した時が前にあったんですけど、ええ、やっぱり、費用対効果って言うとあれなんですけど。費用対集客ね。そうそう。やっぱりメシアンというだけで、と思うお客さんいらっしゃると思う。うん。その時は、ね。聞いたら面白いっていうこともあるからね。そうなんです。で、今回やっとその沼尻さんの式で、このメシアンが、構成の定期で実現できて、本当に嬉しいんですけれども、沼尻さん、メシアンの、こう、得意とされてるっていう、こう、イメージ。いや、得意っていうか、トゥーランガリラを昔、やたらやってた時期があって、名古屋フィルのヨーロッパ公演でこれ、トゥーランガリラ持ってたりとか。すごい曲だね。日本フィルとやってレコーディングしたり。はい。とかね。ええ、で、それは
僕がフランスに、まあ、ドイツ留学生に遊びに行った時に、フーランガリーラの演奏会がパリのバスティーユの方であって、オペラ座の管弦楽団で指揮がチョンミョン。はい。で、それがもう売り切れだって言うんだけど、もうチケット売り場に並びに行って、うん、まあその招待状のね、あまりの分招待の来なかった、偉い先生の分がギリギリで発売になるわけですよ。で、それがまあ帰って、うん、で、まあそれを聞いたというのがあって、あの時はまあチョンミョンフンってのはもうパリでね、バスティーユで大活躍をしてて、はい、でメシアンも生きてて、うん、で、メシアンがなんとね、同じ列だった。へえ。僕のは招待席のその、余った分の売り出しだから、そこからいい席で。はい。同じ列にメシアがいて、10席ぐらい、左隣に、彼がいて。で、まあ終わるとね、作曲家って普通は舞台に行くんでしょうけど、彼はもう、うん、結構年だったから、うん。客席でその場で立ち上がって、手を振るんですけど、まあそれがかっこいいこと。ちゃんと照明が仕込んであってね、彼が立ち上がるタイミングで、スーッとこうスポットが入るんです。もう本当にね、五光が差してるというのはこういうことかと思ってね。で、プログラムにも、ご迷惑かと思ったけど、無理やりサインしてもらって帰ってきました。あ、そうだったんですか。うん。メシアンファンになってしまった。なるほど。CD になってますよね。グラモフォンから。そのチョンミョンフンと。あ、チョンさんの、その時の演奏がね、はい、CD になってますよ。あれすごい演奏で。うん、あれは本当素晴らしい。へえ。やっぱりその曲の持ってるオリエンタルな感じっていうのとね。我々東洋の指揮者というのは非常にこう、なんていうかある種のシンパシーとか親近感がありまして。うんうん。多分西洋人には分かりにくいところが我々分かるんだと思うんでね、これ自画自賛してもよければ。なるほど。例えばガムランとかさ、聞こえてくるわけです。あ、そうですね。うん。うん。で、そういうのって我々の血の中に多少、まあある、まあ、先祖が多分どっか入り混じってるんだと思うけど。西洋人たちにはないそういう、感覚が多分あるわけですよ。うん。やたらなんか、やたら分かっちゃうっていうところがあるでしょ。まあ、吹奏楽団もやっと定期でこのメシアンを取り上げることができるので、ぜひ、多くのお客様に聞いてほしいと思うんですけど、なんか やっぱり難解だっていうこうイメージがあるかもしれないんですけど、まあ、この曲の中にも、まあ、鳥の声のこう、模写って言ったらいいのかな、みたいなのがちょっと出てきたりしますけど、僕この曲を生で聴いたことはないんですけれども、うん、異国の鳥たちを生で聴いたときに、こう森の中にいるみたいな、なんかそういう響きに包まれる感覚が、ね、もう理屈抜きにすごく、異国の鳥たちはそういうサービス精神もすごくあるし。うん。まあ、メシュンの曲はそんなに聴きにくくないと思うんですよね。和音も非常にこう、うん、わざとその調整感を避けるために汚い音を使うっていうのが今時の現代音楽の、はい、もうまあ流行なんだけれども、うん、彼はそういう汚い音は書かないから、うんうん、やはりそのドビッシーなんかからつながるね、うん、非常に澄んだ音を駆使して、うんうん、書くわけですよ。汚い音だなみたいなね、うん、そういうことはまあないわけだし、うん、スッとその世界に入っていけるとは思いますけど、うんうん、だからこのベートーベンとかモーツァルトを分かるように分かろうとしたらそれは無理かもしれないけど、うん、やっぱりその響きとか空気感とかね、うん、それから見えてくるその、まあ、光ですよね、その色、はい、うん、そうですね、そういうものをね楽しんでいただければと思います、うん、思いますけどね、はい、ぜひ怖がらずに聞いてほしいなと、怖くないですはい、本当そうです、うん、次が長尾淳さんのカルメン・ラプソディで、はい、カルメンはもちろん、ビゼのカルメン。はい、で、ここでも、まあ、フランス音楽がモチーフになってるってことなんですけども、サックスカルテットと吹奏楽のためのバージョンで、はい、サックスカルテットとピアノのバージョンがあるんですかね。それを吹奏楽版にしたっていうことなんでしょうかね。
これは何ピアノ版も中尾さんが書いてらっしゃるんですか。サックスカルテットとピアノのためのカルメンラプソディも、ええ、長尾さんの曲で、でそれを長尾さんがご自分で、あこれをご自分で吹奏楽版になさったという、はい、うん、ことなんですね。はい。これその吹奏楽版の初演になるんですけれども、どんな曲なんでしょうか。どんな曲？うん。まあとにかく4人のサックスの名手がですね、オーケストラの前にいて、オーケストラで吹奏楽団の前にいて、で、まあ、ソロとアンサンブルの双方のその神業を駆使しながら演奏が進んでいくわけですけれど、もうとてもよくできた、アレンジだと思いました。この間ね、思想がありましたけど、はい、思想会が。はい。一回やってみて、やっぱり長尾さんっていうのは、非常にその、いわゆるオーケストレーション、ですか、うん、アレンジの才能もすごくあって、うん、で随所にその名曲のね引用なんかがあるので、なんかちょっとショスタコービッチみたいだなと思って、うん、なるほど、ここに春祭が入ってるね、春の祭典、ちょっとちらっとそういうのが入ってたりとか、うん、そういう遊び心もあってかなり楽しめる。これはもうエンターテインメント性の高い曲になってると思いますから。うんうん、で前半でメシアンをじっくりと聴いていただいて、うん、休憩が終わったら少し開放感を味わっていただいてと、まあそういう流れを考えたんですね。いいバランスですね。メシアンからカルメン。うん。長尾さんって吹奏楽の世界ですごく面白い作品たくさん書かれてる人で、人気のある作曲家なんで、これを目当てにいらっしゃるお客さんも多いのかなと思います。多いですね。うん。なんか僕がちょっと聞いた話では、そのピアノ版よりもちょっと長さが長くなってるっていう。あ、そうだ。うん。話もちょっと聞いてるんですけど、うん、結構ボリューミーな。そうですね、長い。長いでしょ、うん、結構。20分以上かかる。はい。だからメシアンとあんまり変わらないぐらい長い。まあメシアンはゆっくり長いけど、長尾さんのは結構早い部分があって長いから。ページ数が多い。音の数がだいぶ違うんじゃないそうですね。で、この最後の曲が3つのジャポニスムなんですけれども、この曲は多分沼尻さんは指揮をされたことは全然ないです。これもちょっとなんていうんですか、うん、フレンチな雰囲気があるわけですよね、その。これ確かタイトルが、今ここにスコアがあるけれど。はい。これもそのね、フランス語で書かれてるんですね。フランス語なんですよ、タイトルが。うんうん。でも、内容は、鶴が舞うのと雪の川と祭りっていう。うん。はい。そう言ってますね。マシマさんは、フランスにすごい憧れが強い。なるほど。方で、まあ、ドビュッシーが海を描いたことになぞらえて、外国の人が描く日本の情景を、うん。イメージして、日本人がこういう曲を書くっていう、そういうコンセプト。なるほど。うん。いや、すごく面白いです。いろんなその、何ですか、センスとか内輪が出てきたり。はい。いろんな工夫があって、はい、そういう、皆さんの興味を引く工夫もあって。うん、実は僕、構成ウィンドウとこの曲何回も演奏してました。あ、そうなの、ええ、じゃあ、ちょっといろいろ教えてもらおうかな。いやいやいや、そんな振り方迷うようなことは、ないと思うんですけど、ツアーでやったりしたこともあるので、ええ、うん、そういう意味では、演奏の準備はできてるっていうと変な言い方なんですけども、みんな。まあ、もう皆さん一回通したら、OK みたいな感じなんですかね。いや、それ、まあ通るとは思うんですけど、それがその、今度沼尻さんの、その、色でどういうふうに響きが変わっていくのかっていうのが楽しみで、結構構成ウィンドウ指揮者によって、その響きがガラッと変わる。ああ、そういうもんですか。いや、もう、すごい変わります。まあ、それはOKもそうだけどね、普通のオーケストラもね。そう、まあそうなんですけど、それがね、すごい面白いので。うん。うん。沼尻さんの指揮でジャポニスムがどう響くかっていうのがすごく
楽しみなんです。大石さん当日来ていただけるの？あの、本当すいません。僕、10月3日ですよね。実はカルッツ川崎で本番がありまして。なんだ申し訳ありません。まあ練習でも覗いてください。そう、練習行きたいんです。ちょっと時間を調整して、年でも顔を出したいな。カルッツは何やるんですか？カルッツはオペラのガラコンなんです。ああ、ガラコンね。ええ。僕もカルッツでノルマやりましたよ、オペラ。あ、そうですか。多分あそこで最初のオペラ。はい。そこができて。あ、そうです。同じ建物の中にこう、あの、ホールがあって。はい。音楽ホールみたいのがあって。で、その隣の部屋というか、隣は体育館で。はい。で、あの、ノルマというオペラと、体育館では電線マッチやってましたよ。プロレスの、あの、はい、ロープに触れると、光火花と煙が出るやつ。今日は、沼尻さんに、今度の、第150回定期演奏会の、曲マップなどについて、いろいろとお話しいただきました。沼尻さん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。ご覧の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。沼尻さんが指揮される東京厚生ウィンドオーケストラ第150回定期演奏会は10月3日東京池袋の東京芸術劇場コンサートホールにて午後2時の開演予定です。私たちは可能な限りの感染症予防対策を行った上でこのコンサートを行います。どうぞご無理のない範囲でコンサートにお越しいただければと思います。東京厚生ウィンドオーケストラは今年2月23日の仙台公演の後、新型コロナの影響により実に7ヶ月以上にわたり演奏会を行うことができなくなってしまいました。この10月3日のコンサートが演奏再開の第1弾ということになります。楽団一同、並々ならぬ情熱を持って舞台に向かっていきます。どうぞご期待ください。さて、TKWO あなたにズームイン。前回のゲスト、ホルンの堀風花さんからのご紹介で、次回はトランペットの川原文也さんをゲストにお迎えします。どのようなお話になりますでしょうか。皆様もぜひ次回もご覧ください。それでは皆さん、さようなら。